ディオメーデースとブグを交換するグラウコスグラウコスはギリシア神話の神、あるいは人物である。の他数人が知られている。グラウコスとは青緑色の男、灰色の男などの意である。ワタツミのグラウコス、シーシュポスのこのグラウコスについてはアイスキュロスが悲劇作品を書いたことが知られている。以下に説明する。このグラウコスはギリシア神話のワタツミである。 アンテドーニオスの子で、元はボイオーティアのアンテドーンの漁師だったが、薬草を食べて人々に予言をする海の神になったとされる。その姿は青緑色の髭と長い髪、水色の腕魚の尾を持った姿をしているが、波で体が損なわれ、その上貝殻や海藻岩などが付着して、本来の姿が失われているとも言われる。オビデュスの変身物語によると、 アンテドーンの浜辺に人の来ない草原があり、漁から帰ってきたグラウコスがたまたまその草原に座って採れた魚を数えていると、草原に置いた魚たちが地面の上を飛び跳ねて皆海に逃げていった。それを見たグラウコスは不思議に思い、草が原因と思って口に入れると、途端に海への憧れが抑えられなくなり海に飛び込んだ。すると海の神々は、 グラウコスを渡罪として迎え入れ、グラウコスは、オーケアノスとテーティウスによって、人間の部分を洗い流され、神として生まれ変わった。後に、グラウコスは、スキュラに恋をしたが、拒絶されたため魔女のキルケイに相談した。するとキルケイは、グラウコスに恋をしてしまい、グラウコスに言い寄った。しかしグラウコスはこれを拒絶したため、怒ったキルケイはスキュラが好んでやってくる淵に毒を。 注いで魔法をかけ、知らずに淵にやってきたスキュラは水に入って醜い、怪物と化したという。このグラウコスは、コリントスをシーシュポスとメロペーの子である。オルニュティオーン、テルサンドロス、ハルモスと兄弟で、エウルメメデーとの間に、ベレロポーンを設けた。グラウコスは、ボイオーティアのポトニアの人で、ン馬を飼っていたが、有猛な馬に育てるために人肉を餌として、与えていた。 あとに、グラウコスは、イオールコスオーペリアースの総例競技に参加したが、この時餌の人肉がなくなってしまったという。そのためグラウコスが、戦車競争で、イオラーオスと争った時、空腹の馬たちは、グラウコスを八つ咲きにしてくらい、イオラーオスが勝利した。セルイスによるとグラウコスは、アプロディーテーの祭りを軽んじたため、あるいは、馬を早く走らせようとして交尾させなかったために、 アプロディーテへの怒りを買い、馬を狂わされて食い殺されたという。このためグラウコスは死後、イストミアで馬を狂わせる悪霊を、タラクシッポスになったという。このグラウコスは、ベレロポーンの子ヒッポロコスの子である、トロイア戦争の際に去る、ペイドーンと共に、ルキア勢を率いて、トロイアを救援し、ギリシア軍と戦った。イーリアス初日、グラウコスは、 戦場でディオメーデースに遭遇したが、互いの祖父、ベレロポーンとオイネウスが友情を誓った間柄であることを知った。そこで彼らは互いの武具を交換し、戦場で出会っても戦わないという誓いを交わしたが、この時ゼウスはグラウコスの頭を狂わせて、グラウコスの黄金の武具とディオメーデースの聖堂の武具とを交換させた。トロイア軍がギリシア サルペドードがパトロクロスに撃たれた時には、サルペドードンを助けることができなかったことを深く食い、アポローンに腕の傷を癒し、サルペドードの遺体を守って戦うことができるように祈った。その願いが聞き届けられるとグラウコスはリュキア勢をこぶしまたトロイアの武将たちにサル、ペドードンの死を伝え、遺体を守って戦うことを起こった。しかし結局サルペドードの武具は、 ギリシア軍に奪われたため、ヘクトールがパトロクロスを撃った時、グラウコスはサルペードオンロブグを取り返すために、パトロクロスの遺体を奪って、ギリシア軍と交換させるべく、ヘクトールをパトロクロスの遺体を守る、ダイアヤースと戦わせようとした。その後グラウコスはアキレウスの遺体をめぐる戦いで、ダイアヤースに撃たれたとされ、その遺体はイーュオスのダルダニアモンヌそばで火葬されたが、 アポローンは炎の中から遺体を取り上げて、風人たちに渡し、風人たちはカーリアのテイランドロスに運んで葬った。このグラウコスは、クレータ島の王、ミーノーストッパー失敗への子で、カトレウス、デウカリオーン、アンドロゲオス、アカレー、クセノディケー、アリアドネー、パイドラート兄弟である。幼い時グラウコスは誤って、蜂蜜を入れた壺に落ちて溺れ死んだ。 しかし預言者ポリイードスはヘビが死んだ仲間のヘビをある薬草を使って蘇らせるのを見て同じ薬草を用いてグラウコスを蘇らせた。一説によるとグラウコスを蘇らせたのはアスクレーピオスとされる。驚いたミーノースはグラウコスに預言の術を教えることをポリイードスに強要したがポリイードスが島を去るときにグラウコスに自分の口に向かって 唾を吐かせると、グラウコスは教えられたことを、すべて忘れてしまった。このグラウコスは、トロイアの老人、アンテーノールとテアーノーの子の一人である。トロイア落城の檻り、オデュッセウスとメネラーオスに助けられた。しかし一説に、グラウコスは、パリスのヘルネー誘拐に同行したためアンテーノールに、親子の縁を切られ、トロイア戦争でアガメムノーに撃たれたとされる。後にアイネーアースは、 冥府でグラウコスの姿を見たという。このグラウコスは、平楽霊大の一人クレスポンテースの子アイピュトスの子で、メッセーネーの王である。伊藤名産のゼウスの聖域を、ドーリス人も信仰するよう定め、ゲレーニアーでのマカオオンの聖域を創始し、またトリオパースの娘メッセーネーに英雄祭祀を行ったとされる。ありがとうございます。